こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンなんですけど、こんにちは。ですね、ちょっと変わったものを直しちゃいましたんで、紹介したいと思います。これはですね、ちょっとね、道を歩ってて、ちょっと知り合った人がですね、ちょいとくれたんですよね。これはね、ダイヤラッパーつって、そうですね、スーパーとかで、こう、トレイにね、こう、ラップをする機械なんですよね。で、何ができるかっていうと、ここにね、熱がこう、出るようになってて、この、サンラップみたいなこういうのがある。ね、フィルムになってるんですけど、ここに、これを切れるんですね。すると、あと、ここのテーブルがあるんですよ。ここも熱くなるんですよ。で、こう、ラップした後に、蓋をここを押し当てると、これ熱くなってますんで、ラップがビチッとくっつくっていう。ちょっとやってみます。今、電源、AC コンセント入れたんで、電源ちょっと入れてみます。ここでね、ここあるんですけど、電源。見にくいかもしれないんですけどね。あと写真でもちょっと、ブログの方で写真載ってるかもしれないですけど。それとですね、ここの両端をこう押すとですね、ここが外れる。はい。こんな感じになってますね。そして、まあこれ。ちょっとね、カメラがね、悪いんでね、なかなか、わかりにくいんですけど、こんな感じになってます。これがね、ダイヤラップ。ラップですね。で、ここに置いて、こう、グーって引き出してですね、ラップするんですよ。そんで、これ手前にあるここの電熱線、今熱くなってるんで気をつけなくちゃいけないんですけど、ここが熱してありますんで、ヒュッと、こう、カットできると。まあ、熱いかな。今ね、このトレイの方もね、熱くしてるんですけど、トレイの方の、温度調節はこの下にあるね、ここね。ここに持って温度を調節することができます。今、高温かな、中温。まあ、高温にしておくと、ここが高温になると。ちょっと、ちょっと、形だと難しいね。三脚にカメラを固定するとですね、これ、ズームとかね、これできないのと、あと、音声がね、遠くなっちゃってね、ちっちゃくなっちゃうんですよね。そういう関係で今、とりあえず外してるんですけど、手ぶれとかあると思うんですけど。で、ここがね、通電なんですよね。今、全通電っていうのは、全通電にしてるんですけど、その場合は、このフィルムをカットするところとですね、この手前のトレイ、ここに電気を入れるやつですね。この横に、サーモ動作とかですね。なんだ。これは、熱板通電中っていうのと、あと、カッター通電中か。もうランプがついてます。これはね、消して、こうつきますね。で、カッターだけの場合はここだけですから。全通にしてますけどね。で、ここにこう押すとですね、ここが開くんですよね。で、これ開くとこう使い方がこう書いてありますね。そんな細かくじゃないんですけど、使ったことある人はよくわかると思うんですよね。スーパーとかでね、こうラップする機械ですね。で、中ね、かなり汚れてたのと錆びてたんで、全部これ分解してます。分解して、中は塗装し直してます。全部ね。ですから、ピカピカとまではいかないんですけど、結構綺麗にはなってるつもりなんですけどね。この辺のバネのところなんかも、全部外してですね、綺麗にしてます。はい。こんな感じでね。こっちの中の方ね、全部本当に開けてね、やっぱりいろんなホコリやなんて、こびりつきとかたくさんあったんでね。この辺は全部ね、
綺麗にしたやつなんです。ただね、やっぱりこう傷とかそういうの古いんでね、なかなかダメなんですけど、ちょっと片手だとやりにくいんですけどね、これフィルムをこう、あ、今、あちゃ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 、いやちょっと動き、うちうち、片手だけどこうやってね、こう、片手でやるのはちょっときついですね。これでこうやってやって、どうやるのかな、こうかな、よくわかんない、こうやっといてね。こうやってこうやるとヒュッと切れるんですよ、ここカッターになってるしね。ほんで今そしてここでこう押し当てるんですよね。そうすると熱くなってるんでここ、うん、くっつくという、はい、これ業務用のやつなんですよね。これ買うと結構高いんですけど、これどうももらった人はね業務で使ってたらしいんですよ。でももういらなくなっちゃったから邪魔だからって、でお店というかですね、倉庫を掃除してたんですよね。そこにたまたま私行ってね、その時に歩道に電子レンジが置いてあってね、そこに張り紙がしてあったんですよ。ご自由に持ってってくださいみたいなこと書いてあったので、でそれちょっと断りなく持ってくのを気が引けたんでね、近くにっていうかそこのおじさんみたいな人がいたんでちょっと断ったら、こんなものもあるよあんなものもあるよっていろいろもらっちゃったんですね。その中の一つなのラッパーね。これだからなんか、うん、私自身は使わないんですけどなんかそういう使う用途、お店なんかでね使う用途がある人にはいいんじゃないかと思うんで、とりあえずオークションで出してみようかなと思ってます。その時ですね、いただいたのの中にですね、まあ電子レンジもあるんですけど、あとは、ビクターのね、レコードプレイヤーなんかもあって、この辺まだ調整とか修理してないんですけど、結構ね、いいものだったんでね、ちょっと楽しみなんですよ。電子レンジは中を開けて、中のトランスっていうのを取って、溶接の機械に改造しようと思ってるんですね。はい。それは、そうだとして。このね、実はこの、なんかね、煙が出てきた。熱くなってきて煙が出てきましたね。ちょっと、焼き付いていけない。このマジック、取ろうと思ったんですけどね、これね、塗装がね、なんか樹脂系のなんか塗装してるんですよね。その関係で、金属の上に、マジックで描いたやつは結構簡単に取れるんですけど、これはね、ちょっと取れなかったんで、なんかデフマン不良なんて書いてあったんですけど、これ修理済みなんですよね、実際には。なんか修理して、でも使わなかったっていうやつなんですよ。で、まあ、これ、アース。アースにつなげて、でこういうのはね水とかの周りに使うことがあるんで、場所によってはやっぱりアースした方がいいですね。ビリビリと感電したりとかするのは気持ち悪いんでね。あとねここにつまみがあるんですよ。これはねラップを引き出すときにね、ちょっとここによって引き出す強さっていうかですね、緩めるとカラカラカラっとこう簡単に引き出せて、ちょっと、締めるとですね、ちょっと力がいるようになると。その辺で、こう、ラップするときの、力加減をここで調整するんですね。はい。そんなものです。何でも直しちゃうんですけど、ちょっと変わってるんで、ちょっと売れるかどうかわからないんですけど、オークションにかけてみることにしました。もう全部ね、サビとかもできるだけ落として、内側なんかもね、全部塗装してあるんで、綺麗は綺麗なんですけどね。ただし、さっき言ったみたいに、こういうね、こびりつき、こびりつきっていうのも、これ、塗装がですね、一部剥がれちゃってるところがあって、あとですね、この辺も、ちょっと汚いように見えるんですけど、これはもう、いろいろとね、洗ってあるんで、汚いわけじゃないんですよね。だから気にする人はあれなんです、使えないんですけど、まあ業務でね、ちょっと便利に使えるので、オークションに出してみようと思います。はい。
こんなところでブログとかですね、オークションの URL は説明のところに載ってますんで、アクセスしてください。それと、まあ、いろいろと、こんな感じでレポートをしますんで、チャンネルの登録していただけると嬉しいです。はい、どうも、ナオリンでした。失礼します。